はい、トライフォース新宿所属の柔術教こと佐藤です。よろしくお願いします。こんにちは、初犯の事情で顔出し NG のブルーキャットです。キャットさんって呼んでね。はい、それでは試合解説を始めさせていただきます。お願いします。お願いします。ではフルホースカップ02のチャオビアダルトのフェザー級ですねの1回戦ですね、トライフォースの小倉選手とパライストラ関西の田中選手ということで、ちょっと親近感湧く感じですね、キャットさんからすると。すごい。そうですね、この時ねパライストラが全部あの関西で統一してるんですね。関西トップチーム的なやつですね、そうそうそう。なので皆さんすごい応援がすごかったなという印象があります。いきなり小倉さんタックルで行きますね。タッチ結構できる選手ですね。なるほど。小倉選手ちょっとでもうまく相手にがぶられてますね。そうですね、すごいこうがぶりが強くて、こう、まあ、一応横、そうそうそう、今も横に向けようとしてるんですけ ど全然いけない感じですね、ちょっとお互いもったいないかなっていうのは、ここだともう正直言うとポイントが入りにくいポジションなんで切り替えちゃった方がいいのかなっていうところ。今うまくスイッチしながらというところは田中さんも返してますね、僕ね。そうですか、レスリングとなんか、まあ、パラレスなんで、総合とかともクロスフィットしてるのかもしれないですね。うまいですね、お互いね。私もちょっと全然存じ上げなかったんですけど、そう、この展開とりあえずこう、ガが前に出て、なんか場外とか出してもいいのかなぐらいでいってるかもしれないですね。一回これ切ろうとされてるのかなっていうところですね。で、多分お互いの体が完全に出ちゃうんで、ここでパローですね。そうですね、そのまま真ん中戻る感じですか。なるほどなるほど。そうそう、ね、戻されるんで、そうですね、戻してますね。このあたりちょっと難しいところ実は。これ結構、そうそう、もうちょっと難しいですね。こうレフリーの判断になっちゃうんで、はい、展開が戻せる、あの形が戻せるなってなったと思ったので、多分この形で戻していただきますね。結構やっぱりフェザーから上ぐらいになってくると、やっぱスタンドの攻防も多いなっていうのは、ライトフェザールースターって結構もうお互いすぐ引き込む、そうそう、ガードプルっていうのイメージがあるんですけど、なってくると、そうですね、これは選手はずっとそうですね、スイッチ、さっきと一緒のスイッチ狙いながらですね。お、立った。互いにここはもう切り替えていくところですね。横に返したりとかも考えたんですけど、でここで今スタンドなんですね。お互い3秒経ってるので戻ってると。お互いスタンド強いな。お、いいですね。横に行きな。そうですね。そう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 。ここはもう、お、切った。今切りました。やっぱ襟切ったりっていうのを結構なんていうんですかね。はい、できないと。結構持たれたままタックル行ったりする人いるじゃないですか、はいはい、結構この切るとかいうのって結構大事だな。そうなんですよ、まあ、ね、クリップファイトですけど、あとは気をつけてほしいのは、結構このクリップファイト実はあのルーチの対象なんで。ああ、そうなんですね。そうそうです、ずっと切り合ってるだけ、ね、はい、まあ、でも切り合ってるだけだと、まあ、はいはい、まあ、どっちかがとりあえずその寝技に持ち込んどかないといけない。そうですね、だからここで今小倉選手が引き込み、いい引き込みでしたね。結構形作っていくかとか、ね、トップが大好きなんですけど、はい、ちょっとこれラチが開かないなと思って、相当勇気を出して引き込んだ記憶がありますね、というって言ってました、言ってましたね、小倉選手が。はい、ちょっと、まあ、右足ラスト、交流があるんで、いいですね、もう深くラスト深くってますね。で、なんだかね、内心相当バタついてますね。もういい右足のリプラストですね、これね、うん、怖いですからね、これね。結構田中選手も浅いラストだとパスされちゃうんじゃないかって恐怖で、もういいですね、開いて抱えられてきますね、ここ。そうですね、やっぱこうベースすごい強いなっていう感じですね。ただここからこう、そうですね、ごちゃごちゃっとした感じで、肩ついてくれたんで、多分このまま浮き上がる感じで、ね、うまく返してタイミング合わせて、ここで2、もしかしたらフットフックとか狙ってたのかもしれないですかね。左フットフック、はい、狙って、その流れでちょっとうまく浮き上がれたみたいなですか、ね、ただあのタイミングってやっぱポジション失っちゃうんで、やっぱ2ロックはもったいないかなっていう。ここがなんか、そうそう、50-50っぽい雰囲気だったんですけど、ちょっとそうそう、うまく流してますよね。なんか絶対嫌だなと思ったので、うん、そうそう、流してって言ってました。組ませな
小倉選手は。そうですね、いや、まあ、動き的にそうなるからっていう、多分これ佐藤選手の試合とか多分見てると思うんですよね、うん、まあ、それもあってちょっと印象が強かったのか、多分この私はずっとこの言ってるんですよ、レッグドラッグしろレッグドラッグしろって多分言ってて、でここでそうそういい形で右足がフットロックもちょっと狙い続けて、ここだともう多分入らないですね、そうそう、ここまで来ればもうほぼレッグドラッグ完成するんで、はい、右手を多分外してもらって、そう上からキャップして、もうここまで行くと結構ちょっと田中さん、ね、しとするともったいないかなっていう、うん、そうそう、ここまでいくとちょっとまあそうそうそう、よっぽどのことがなければリカバーされないというか、うん、結構多分安心してこうじっくり圧かけながら、最初結構いい形で入ってたんで、はい、そうですね、ここで肩固めとか、うん、まあ、バック、まあ、といってもパス、うん、そうですね、こうバックか肩固めかって、うん、バックバックいきました、ね、ちょっとバックいきましたね、足フックしてシングルバックですね、で左足をなんとか入れようとして、まあでも田中選手うまく逃げてるとこっす ね、 ですね、ここで結構落ちちゃったりとか結構ある、ね、ああそう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 ですね、なかなか、うん、こうやっぱお尻上げられちゃうと結構落ちがちなんですけど、しっかりお尻上げてるんで、でここで右足を入れたい小倉選手ってどうすっそうで、はいはい、まだまだか、支えながら、そうですね、まだ入ってない、うまくディフェンスしてます、首守りながら、で、おっと返し逆、そう、右足、入った、ここで4かな、そうですね、多分ここで4入ってますね、ちゃんとやってますね、うん、あと4の字に切り替えましたね、こう、そうそう、そうですね、そうですね、多分これこれ4の字ロックそのものは、これ、あれですよね、そうです、あのルーチの対象なんですよ、ね、なっちゃうんで、いわゆるあのバックフック、そう、通常のバックグラブはいいんだけど、4の字ロックはバックポジションじゃなきゃいけないですね、はい。これ知らなかったです、ね、あでもこれ多分締めも狙ってるんで、サブミッションが入ってるって判断されれば、はいはい、それはルーチにならないですね、うん、でマウントに切り替え、これうまいっすね、うん、マウントに切り替えて、まあ、クラッチとかです、ね、そう、マウントのポイントがここで入るので、そう、ここでアタックしてキープしながら、必死ですね、もう疲れた、相当疲れてると思います、うん、ちょっと試合久しぶりっていうか、アダルトのチャの試合が初めてなんですよね、8分選手、はい、長いですからね、8分もね、結構2回ぐらいなんかこう、うん、おいおいと思った記憶がありますね、確か、でしかも最初からずっとお互い動いてる展開なんで、はい、結構そのなんかこうガードで落ち着いたりとかしてる場面がここまであまりないというか、ずっと攻めて、ね、田中選手も攻めながらしっかりディフェンスしてこれもまた元っていうところなので、佐藤選手の熱い熱戦シーンも収録、これ誰が撮ってくれてたんだろう、あ、岡田さんだ、岡田さんが撮ってくれてるんですよ、ね、岡田兄さんですね、うん、いわゆるお兄さんが撮ってくれてて、はい、そう、まさかこの試合ってとは思ってないっていう、あ、撮られてるって言うんですね、そうそう、でここでクローズドを割られる、うん、これまたフット、あ、これもフットロックです、ね、多分狙ってますね、そうそう狙ってます、そう、多分やっぱポイント差がない、はいはい、あるとやっぱある、そう狙ってくるんですけど、結構ここでうまくそれに合わせて起き上がって2点ですね、そう、しかもこの形ですね、2オンまで取れてて、これスイープ今に入ってれば、スイープ、あ、2オン入ってればスイープ2オンで4点ですね、そう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 、はい、ただそこまでキープできてないって見られて、マウントの方に行くと、多分レフリーが今手を挙げてるんで、はいはい、マウントは入ってますね、これ多分、じゃあスイープマウントの、そうそう、6点かな、多分これは、ね、うん、ここはからクロス上から腕、本当にここずっと攻めてますね、すごい、そう、私だったら多分ここもうちょっと試合を終えに行くみたいな、ね、あのちょっとフルフォースカップってことでちょっとあの勢い全力で行くってことで、そうそう、ちょっとこう大事ですよね、何ですかね、流せなかったみたいな、うん、ちょっとこれで終わりですね、結構ポイント獲得されて、ね、この後決勝あるのにもかかわらず、うん、残り10秒で締めに行ってしまうっていう、ちょっと今見るとあれですけど、まあ、フルフォースカップですので、うん、頑張りましたということで、そうですね、ここはすごくスイングした、まあ、ポイントはつきましたけど、すごいいい試合ですね、しっかりディフェンスされてっていうところが、はい、で小倉選手は勝ち上がると顔に出てますね、歯入ってますね、結構来てますよね、これで次があれですね、多分岩村選手とかな、そうですね、決勝で、うん、あ、準決ですね、あ、そうですね、準決、そう、
ファントムステップですよ、これ。私ね、そうなんです、うん、全然知らない、なんていうんですかね、まあうん、あの俺たちはあんまりこれ調べない、なんていうんですかね、うん、事前情報なしでやるみたいなスタイルを気取ってるんですけど、これ全然知らなくてですね、失礼ながら。祭りとか出られてるんですよね。そうそうそう、この、ま、ん前年か、この年か、の祭りで。うん、あのポゴナの武井さんとやって、はいはい、アシカンのそうパスするっていうのを見てるんですけど、そうですね、すごい足さばきうまくて、知ってればですね、まあそれはまあ後ほど出てくるので、うん、ちょっと頭がちょっと当たっちゃってるんですよね、うん、選手のこれもさっきと同じスタンドの展開ですよね、うん、ここはですかね、小倉選手とするとやっぱりさっきと同じ展開でタックルを狙いに行くような感じなんですかね。そうですね、奥田選手はやっぱトップ、うん、やりたいと、やりたいので、うん、あんまり、まあ、基本的にはもうですね、まあ、立ちやってると、うん、まあ、相手引き込んでくるパターンも多いので、うん、倒せれば、まあ、テイクダウンに、うん、まあ、ダメなら、まあ、トップからアタックするっていう、うん、岩村選手も完全にもうこれですね、これレスリングっていうか、そういう、ね、そう、右手を顔の前に出してきますよね。そうですね、頭を押さえる、そう、レスリングの基本してるなっていう、はい、やっぱあれあると入れないですよね、うん、でもなんかあーっと飛び込んだけど、ダイブしたけどスプロールされて切られる、うん、なんかすごいしんどかったらしいですね、小倉選手この時はこの、うん、まあ、さっきの試合もフルにやって、で今回もこう、そうですね、これ結構疲れますね、疲れますね、しかもフェイントとか入れてますからね、うん、さっきもガブられてる展開があったから、はい、結構消耗してるかなっていうところはあって、こう真後ろによく見るとあれですね、あの鈴木明夫選手いますね、これね、あ、明夫いますねかつて鬼と呼ばれた男、うん、ランキさんですね、通じない、そう、はい、2B のそうですね、うん、この遠征してきてなんかボコってた記憶ありますね、そうそうたるメンバー、階級別優勝して無差別もいいとこまで行ってたんだな、確かに、うん、オープンもそうですね、うん、そう、私の隣にその武井さんがいるんですよ、よく見るとすごい知ってる人にはたまらないというか、知らない人にはどうでもいいという解説ちょっと、はい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 、戻ってください、で立ち戻ってというところですけど、はい、こうなかなかこう打開できない感じですね、お互いできる、うん、あ、もう一回もう一回行ったで、ダメ、うん、でもう一回行って結構ですね、今触れたけど切られたっていうのが結構ガクッときた、うん、でもなんかやっぱありますね、やっぱ触れると結構いける、うん、あ、なるほど、結構柔術だと結構触れるとそのままグリップ、パンツとかグリップしてこういけるとか多いんですけど、やっぱパッと引かれて切られたり、強いっすね、そうですね、あ、ここ逆に岩村さんから来て、あ、でも切ってしっかり、ほんとここまでスタンドの展開多いっすね、うん、でもお互いちゃんと攻めてるんで、これだとルーチは入らないかなっていう、うん、やっぱスタンドもやっぱ楽しい、まあ、個人的なあれですけど、まあ、楽しいと思うんですよね、まあ、寝技がもちろん中心の角度も書いた、これ結構深く触れたけど、場外ですね、一番しんどいパターンですね、うん、触れたけ ど場外っていう、うん、なるほど、確かにしんどいな、触ったけど場外、多分だんだん楽しくなってきたんですね、うん、確か、うん、なんかさっきちょっとこうすごい噛み合う感じになってきたんで、もう常に右手前出てくるので、うん、これすごいな、これでもう1回ぐらい確かトライするんですかね、うん、確かそうですね、こっちうまい、やっぱ正面からだとちょっともう取れないんで、うん、横に回ったりとか、はい、うん、でよここで一回あれかな、切るのかな、切らないか、切れますね、おっと、あーとだけど、まだまだですね、これまだ押しもついてないから、テイクダウンも入らないでしょ、ね、切りましたね、切れましたね、で、うん、で切りカウンターでいくと、いやーこれどうです、大丈夫ですかね、これアダルトのネルソンで、ネルハーフネルソン、うん、確か死にそうになった記憶がありますね、この息も上がってるところでネルソンで頭上がらないので、かといってこう力抜いたら一気に返されちゃうんで、こうすごい踏ん張ったような記憶がありますね、うん、あ、耐えた耐えたって、確かにもうここら辺でガス欠を激しく感じてると思うんですよ、選手でももう一回入れちゃうんですね、この機会いいとは思うんですけどね、一回ここで、ただなぜかちょっとこう開けてしまってるというですね、うん、ちょっと多分まあラッソーか何かに行かれようとされてるのかなっていうのはあったんですけど、ね、クローズとはあんまり得意じゃないので、うん、ただまあ今考えるとやっぱりクローズがっちり入れて体力回復を図っても全然いい、うん、岩村さん特に多分足があのステップうまい選手なんで、うん、
そうですね。そういう選手を一回止めるって結構あれですね。はいはい、あのクロスで、うん、相手からすると嫌なのかなっていうところがあるので、はい、ここちょっとやっぱり閉じときたかったのかなっていうのは小倉選手とするとあります。でクロスチョーク行くにもしてもあやっぱり。足の力使いたいんで、うん、閉じとかないとやっぱ足の力使いづらい。ラストを作ろうかなぐらいの感じで入れると、ねここうん、入れたところをクリップされて、ここ離れて距離取って、ファントムステップ。ここはそうですね、今村さんうまいですね。サイドまで回って、で1回3が入るまで待ってノースサウスと。こっちから言うときついですね。うん、そうですね。サイドはいいんですけど、ここはもうきついですね、いわゆる崩れ道の位置取りですか。うん、こっちからちゃうと。しかも今。右手を抱えられてるのかな。フォアームですね、うん、ペーパーカッターとか言われてハンマーチョークとか。これはですね、ちょっとあの恥ずかしい、茶帯なのによく知らなくてですね、フォアームチョーク、うん、あのおうおうとかなりこれ入ってますね、うん、なんとなくこう決まらない方向を探して動いてるみたいな、うん、まっすぐこれよくディフェンスできたなって思って、そうですね、顔今はもう完全に決まる、結構赤くなってましたよね、うん、今顔ね、入ってんな、なんとか抜けたみたいな、うん、暴れてるうちにやっぱり、うん、そうですね、だから山さん深追いしてないですね、そうそう多分、はい、結構冷静ですね、顔を見てもそう でもう一回セットアップするのかな、やっぱ右手が残っちゃってて、うん、そうずっと残ってるのかな。サンミッションだとやっぱさっきもありましたけどルーチが入らないんで、はいはい、そうこうサイドコントロールのタイミングでどっかでサンミッション仕掛けとくっていうのは大事ですね、やっぱ何秒かに1回、まあ、20秒入らないうちぐらいで仕掛けるっていう、仕掛けてるっていうところですね。で今度もう1回あれ かフォアーム行きつつ、はい、でここで大倉選手が暴れる、フレーム作りたいんですけど、はい、ラペラもちょっとね、あうまい、でもまた取りに来て、これ多分なんとなく本能的にこう肘をちょっと押そうとしたんですけど、うん、で AB をしたところに反対側に行くと、うん、うまいですね、腕あこれでもここでなんとかちょっとこう半身になりかかったんで、うん、そうですね、うん、ただここ右手で左手を使われてるんで、ね、ちょっとあおいけるいけるいけるかなって、ああ戻されるとここ山田さんうまいな、ヘロヘロですね、うん、散々暴れた上で戻されちゃうってのはちょっと結構きつくなりますね、もう多分もう6分7分ぐらい経ってますね、時間経ってますねこれ多分ね、うん、普通にやっててもヘロヘロなところで、普通にお互い攻めまくってる状態っていうのは相当きついですねこれね、うん、8分ってやっぱ日が長いん で, です、ね、もう一暴れ、うん、で、うん、ああ最後はアムロックで、山田さん強かったですねこれね、強かったですね、うん、いやでも紳士ですねこれ、うん、いい映像ですねこれでもね、ヘロヘロですね頑張ったと、そうですね一本負け、うん、いやでもアダルとチャオビーで頑張ったなという、うん、2試合やるってやっぱ結構しんどいんで、うん、8分8分で16分ですからね、うん、さてこの後ちょっとインタビュー会話してますね、そうですね、うん、これあのフロースカップ2すごく多いのは確か多かったと思いますね、うんうん、そうそう岡田さんが結構カメラ持って、はい、撮ってくれてたんで、はい、ここも、うん、やっぱ自分なんか遠征来てたんでちょっとこうアウェー感あるのかなと思ったんですけど、全然そんなこともなくてですね、こんな交流ができて、はい、仲良くなってるっていうね、取れて、で最後確か表彰もこれあれなんですよね、カテゴリーによっては確か荒木さんがやるんですよ、荒木代表フルフォース、もともと旧知双方体重、あれ双方体重で一緒だったんでしたっけね、荒木代表とかと、うん、そうそう、ここで最後、ただこの山村さんもこう準優勝という決勝で竹浦選手、まあ、今カルペ2冠のね竹浦君がすごく強くて、はい、うん、これみんな最後みんなで集合写真撮って、この時なんですか、私ちょっと撮れなくてこれ見て羨ましかったんですまあこうタイミング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 なんですけど、うん、おかげで今回0-5は取れてるんで良かったですね、うん、いいですね、やっぱ